湯上がりの夫さんです。あら、あんな豪快飲んじゃって。夫さんに質問です。無人島に持っていけるとしたら、一つしか持っていけないとしたら、何を持っていきますか？おい。はい。本当か？本当です。本当か、その質問。はい。今、本当に来ていました。何択？何択もないもん。一つしか持っていけないって言ってるんですよ。ま、行かせて言ってこうか。おい！寒いわ。寒いですね。寒い。え、そんなことないの？夫さんが今日は冷房つけないって言ってます。言ってないですね。つけなかったらつけない。何も言っていない。つけなかったらつけない。つけないですか。はい、一回自分の方で言ってみ。うるせえ。うるせえ。そのなんか。びっくりするぞ。ビューティービューティーみたいな格好しやがって。おはようございます。なんか夫が冷房なんかいらないって言うんで、昨日は。暑かったです。めちゃくちゃ暑くて汗かいてしまいました。せっかく昨日布団洗ったけど敷布団が汗臭くなったと思います。あ、ねえ、ね、夫さんに質問です。夫さんの一番好きな食べ物は何ですか？飛びかん。ピケちゃん、おはよう。お母様、おはようございます。です。食パン食べるんですか？そうですよ。この食パンにこれを挟んで食べるんです。あ、それは美味しそうですね。お、おばあの卵焼き、昨日の残りですか？そうです。お、じゃあ食べましょうか。はい。なんか雨が降りそうなんですよね。曇ってる。めちゃくちゃ暑い。蒸し暑い。さて、また今日もピカちゃんのお花を摘みました。あ、暑い。やっぱ曇ってますけど、いつ降るかわかりませんから、まあ、お花ちゃんが今水飲みたいかもしれませんので、もうあげます。ピカちゃん摘んできたよ。この作品がこちらです。見てください。多分もう今季で終わりの、このドライフラワーになるっていうピンクのお花、今日で見納めです。と、あとこの葉っぱがなんか爽やかな匂いがするお花と、なんかこちらの白いお花の組み合わせです。で、あとこちらがいろいろなアサートになってます。これどうですか？めっちゃ綺麗じゃないですか？気に入ってるんですよ、この組み合わせが。いい感じですよね。白とピンクと紫。あー、好きな感じですね。いいですね。ねえ、ピケちゃん、よかったね。で、これの千日紅が今回めちゃくちゃ長持ちしてます。実はこれ何にも入れていません。これ、ね、何にも入れてないタイプなんですよ。よかったねー。また夫が、休日の楽しみ、新日本プロレスを見ていますよ。今日は、誰がいいんですかね。今日は誰がいいんですか？はい。洗濯物が干せました。ただいまの気温もまだ30度を超えておりまして、今日も36度を超える予定です。暑いですね。
お母様は今からお仕事に行ってくるね。今日はお祭りをやるみたいですね。はいはい。お父さんたちはどれを選ぶと思いますか？では、行きましょう。ちょっとだけ作り、差し上げましょう。これは何色？ちなみに、あずきバーとガリガリ君パインが売れました。夫の大好きなみかんは売れませんでした。俺とも。夫の大好きなみかんは売れなかったということで、夫が安心してますね。みかんが減らずに安心してますよ。安心してる。夫の父上と母上がこの暑い中野良仕事をせっせとしていますね。お元気ですね。今日はトマトが大量に取れたみたいですよ。今アイスクリームを食べて、休憩も終わり。あ、なんか今放り投げましたよ。決定的瞬間を捉えてしまいました。一体何を放り投げたんでしょうか。夫の母上が今何か放り投げましたね。大量に見てしまいました。そして父上は何かを袋にたくさん詰め込んで頑張ってやっていますね。本当に足腰がね、丈夫っていうのはいいですね。羨ましいことですね。羨ましい。お前はどういうことや。夫はソファーに横になり、何もしないです。手伝ったらいい。何もしないで、今俺、熱湯してるんだよ。忙しいんだよ。熱湯してるって、なんで熱湯寝ながら熱湯してるんだよ。寝ながら熱湯してるってどういうことですか？忙しいんだよ、今。めちゃくちゃ暇そうですね。暇でなんか、さっきなんか図書館行くとか言ってた。鶏ガラがいいか、豚足がいいか。おい、何が豚足だ。豚足、豚骨。なんか夫のお母様がこれを買ってきてくれたみたいなんですけど、見てください。かじってのおすすめ、糖度16度以上、生食 OK、金の俵、特別栽培したフルーツコーン、甘い、強い甘みがあり、最高糖度は22度にもなります。通常のトウモロコシでは、OK ですよ、このトウモロコシ。糖度22度以上。あれ、トマトさ、はい。もう、あ、ありがとうございます。これだけもらおうかな。あ、じゃあ、これもね。あ、今ちょっといや、あれでしたね。ちょっとすいませんでした。それでですね、こちらのトマトが、今日取れたトマトみたいですね。メッキが伝わってきますね、トマトの。こちらの、ももちゃんもですね、いただいたのですが、一宮白桃って書いてある。あれ？一宮？あれ？山梨県。わかったねー！で、これが、夫がもう一個食べちゃったんですけど、くず餅。見て。プルプル。夏のお菓子ですね。美味しいです。ですね。ちょっと塩が入っていて、甘さ控えめな感じで、美味しゅうございました。今から夕食を作ります。今日は、餃子。用意するものは、超シンプル。こちらは、ニラ。ひき肉。皮でございます。調味料はこんな感じでーす。こちらが大さじ1チーム、酒みりんごま油、オイスターソース。でこちらが小さじ1チーム、鶏ガラスープ、ニンニク、生姜でーす。あとですりおろします。では、まず、オレンジを、
オレンジを切ります。入れます。がですね、ぐちゃぐちゃになっちゃったので、本当にニンニクも入れたよ、これは。いや、ニンニクも入れました。ニンニクマシマシにしよう、ニンニクマシマシ。ニンニクマシマシにしようでとかなんか言ってます。あれどこ、しょうがない、ここなんですけど。お前、そこで忘れちゃうんだよ。手でやっちゃいましたから。やっちゃいましたから。夫さんがでかすぎて入らない。今、夫さんがやろうとしておりますよ。でかすぎてフレームに入っていませんね。フレームアウトして、フレームアウトして、どれぐらい吸ったらいいの？適当です。目分量。まあ、お父さんが これくらいがいいかなみたいな。しょうがなんて、だって隠し味ぐらいでいいでしょ。ニンニクは1センチしか入れてません。1センチ？あ、全然ダメじゃん。あ、ニンニク吸ったらダメ。はい。ニンニクなんてさ。あ、お父さんがニンニクを、臭いニンニクいっぱい入れようとして、またお父さんのトイレにこもるのが目に見えます。お互い様です。いや違います。私はこもりませんけど、夫さんがトイレにこもるのが本当に目に見えます。どれぐらい？めっちゃ入れましたよ、夫さんが。いや、もっと本当入れたいよ。そんなに入れたらニンニクになっちゃいます。いいって、ニンニク欲しいじゃん。ニンニク貸しとけ。ニンニクマシマシです。ニンニク1個丸でよ、これ。丸ごと入れるとか言ってきますよ。どうかな。あ、早く行け。夫さんが、やっと図書館に行くそうです。失礼します。え、予約したらしいです。確保されました。行けちゃうし、行かない。行かねえよ。はい。だけ。大変です。なんか、夫さんのパパ上が、携帯忘れてっちゃったみたいです。これ、あれかな、血筋かな。やっぱり血筋で携帯忘れてっちゃうみたいです。携帯を忘れてる。俺、でも外に忘れることないかな。外に忘れてっちゃったみたいですよ。携帯に無頓着な人はやっぱり忘れちゃうんですね。だから、これは父親ってこと？はい。母親出ますよ、はい、そうです。あ、どうもこれ。結構入るっすね。あ、バッグも入るわ。ああ、どこ？上は？玄関の前。うん。あ？上だけでしょ？あ、もうじゃあ入るわ。うん。お願いします。はーい。音が V ドラまで届けるそうです。上からでも実家があるわ。あ、どうかもしれない。もう嫌がらせか。嫌がらせか。で、携帯持って忘れるんでしょ。何怖っ。よく作るんだ。怖い。だとしたら俺、話すけど作るまでな。うるせえ、おめでとう作れ。いや、私はちょっと、そういうの、こういうの嫌なのに入っていて。うるせえ。おい、私の手を汚すな。人の手を汚して。ここで性に合わないから、でも、性に合わない。おい、何してんの？早く行け。行くよ、餃子か？なんで餃子かって。やめちゃったよ。やめちゃったよ、25円しかないんだよ。いいやん。そう、ちっちゃいんだよ、これ。いいじゃん。米はやめたけど。うるせえ、米はしばらくあの米を食べる。完成しました。25枚は、で作りました餃子。あんが残ったんで、明日の夫さんの弁当に、まあ、肉団子でも作りますか。並べました。明日夫が弁当だったことをすっかり忘れていました。餃子を蒸している時間で夫のチャーハン作ろう。コーンチャーハン。
てください。できました。餃子が焼けましたよ。で、余ったやつはなんかハンバーグみたいにしてます。餃子にはビア、夫さんだけ、まあ、私もやりますけどね。今の言葉もう一回言ってもらえますか。餃子今よくできてますよって言ってましたよね。まああんまり変な気がないな。は変じゃないな。はいや、今夫さんうまいだって言ってました。ではいただきます。レシピ通りにやったんで、うまくできました。たまらんっす。おかわり。何を言ってたかな。